ようやく取り調べを取ることができましたよ。ララの現場へようこそラスクラ実況ですはい明日5月28日のアップデの内容がですね告知されました。えー、誰かが、ね、予想してましたね。なんとベイランドが追加されます。えー、ということでね、まあ、まあ、英雄降臨祭限定ユニットなんだけどね。なので今夜はこちらのベイランド、そして明日のアップデ内容について話をしていこうと思います。では参りましょう。このチャンネルは ほぼ毎日スマホゲーム特にラストクラウディアの実況を投稿しているチャンネルです私が中野人明ですいごみしろきよはいそれでは今夜のコメモ周回もイベントダンジョンを引き続き回ってますくりごろさん黒メルタに技能とアークの女神龍さんつけてみ威力は魔力ゾーンやから魔天装とも相性良いし HP 減ったり、狙われやすくなるデメリットも特技さんと超必殺で補える。強さはまあ試してみてね、ということで。なるほどね。女神竜さんはね、あれ、魔力依存ですよね。インテリジェンス依存なんで、インテリジェンスを上げるっていうのを、まあ昨日のね、えー、クローメルダのあおすすめスキルセット最後、ラストの方でね、魔力を上げていくっていうのをしたんだけども、確かに女神竜さんとは相性良さそうですね。 あとはだからその狙われやすくなるデメリットのあたりだよなだからそれをまあ近寄ってきた時を特技さんでやっつけるみたいな感じですよね,ねえー、これは是試してみたいんですねであのまた女神龍さんとねクロメルダってなんか感じ的にも似合いますもんねさすがクリさんありがとうございます浩太さん検証お疲れ様でした開演地とか着眼点と発想が素晴らしいいろんなユニットで検証してみて数値を見るのはめちゃくちゃ楽しそうですね数値で測るで個性とか各ユニットに合うのでそれは使ってみておのので判断ですね さん前から思ったけど数字に強すぎです羨ましい。コンメを見てチラッとコウトさんが強いって言ったので裏で対戦してくれたんやろうなって思ったので結果だけでも聞けて大満足です。アリーナポイント見て何 っていうのかなってガチ中のガチの方より桁が違うと思うのでそっちの方が楽しみでした。長文失礼しましたということでねえっ、ー、と昨日のねまああのー、僕が提案した開園地という数値なんですけどただまああのー、あれからねまたいろいろです、ね、皆さんからのコメントまたいただきまして、まあ、サブチャンの方でももらってるんですけどあのー、またいろいろ考えなあかんなと思いましたうんあれについてもねただその えー、特技ストックの数をね、あのー、やっぱ数値化し、評価としてね、入れていくっていうのはな、やっぱ面白いかなと思いました。えこ、ー、コさん、今週はね、ありナやらせてもらおうと思ってます。アクセルさん、こういう細かい考察はとても助かります。ありがとうございました。白メルザの方が通常攻撃が早いから、研究員役はわざわざガチャキャラのクロメルザを使うまではないと思います。土装備ス,スキルコストは2ですから。あと、クロメルザの超必殺はインテリジェンスを依存って聞いたことありますけど、インテリジェンス値はいくつですかということで、えっ、ー、と、 チャタロさんがお帰りっていう。<laughs> なるほどね。アクセスは久しぶりでしたからね、コメントね。ありがとうございます。で、えー、っと、ちょっとね、あの、今僕、見れないからね、画面見れないから、あの、横にあは出しときますね。こんだけでした。うん、ね、この辺ね、だから、インテリス水槽なんか、ストレング水槽なんかっていうとこも、あの、この辺りはね、ちょっと、補足じゃないけれども、いろいろ試さなあかんから、サブちゃんでダラダラやろうかなと思っています。はい。ありがとうございます。俺さん。 アキラさん、動画お疲れ様です。白黒メルダの比較検証、すごく参考になりました。ただ一つ気になったので、ね、ツッコミ入れちゃいますが、白メルさん今のところスキルコスト80がマックスですよ、ということで、これ僕忘れてました。はい。完全に。そうですよね。あいつ、英も目ね、配られてませんからね。だから、あの辺だからまたね、補足してほしいですよね。何かしらで。黒メルダではね、100までいけるけど、確かに白メルは80までなんだよね。うん。その辺はちょっと見落としてました。ありがとうございます。経験さん。 比較についてとても参考になります。やはりお互い用途が違うので優劣をつけるのは難しいですね。まあ最後はやはり好きな子育てるに落ち着きますね。比較ですがついでにアリーナ丸三角、現役の塔×丸とか場面ごとの比較もできたら初心者の方で塔が登れない人やアリーナで勝てない人がどちらを選ぶのか参考になるのではと思いました。悪と育成方針が似ているキャラとの比較も気になりますがそうなるとやっぱり新しいキャラがどうしても強く見えてしまいますかね。 育成は後半がかなりしんどいので、中期のコストでどれぐらいの強さになるか、いや、覚醒用のレベル80くらいのステータスでの比較とかも気になるところですが、後者はレベル調整ができないので難しいですね。今後も様々な動画をお楽しみにしています。ということで、ありがとうございます。そうなんですね。まあ、場面ごとの比較は確かにできたら面白いなで、あの、育成方針が似てるキャラとのね、比較はね、やろうと思ってるんですよ。これはね。っていうのが、昨日も言ったんですけど、その、えっ、ー、と、回復役のヒーラーの ああの特技とかってれだからそのえ例えばフォレストヒールとスターダストヒールの、えー、違いとかねそういうその役割ごとの違いで、えー、検証するで比べてみるっていうのはいいかなと思ってるのとあとこれね後半がかなりしんどいからこそなんですけどねまずあの初期のスキルコスト20とか40とかでこ,うこれぐらいの火力が出ますよこれぐらいの、えー、性能が出ますよっていうのはねやっぱ話していきたいですね。うん うん、やっぱそのキャラによって違うからねこれやっぱ比較の仕方は難しいかなと、うん、正直悩んでいます佐藤さんお疲れさまですほぼリリース時から明日から続けてます23ヶ月ログイン税でしたら今回の読書では千うつかさ科学の明かりを迎え絶賛育成中ですいつも見させてもらって勉強しています今回の DPS などの評価はすごくありがたいです気になったことがあるのでコメントさせてもらいました DPS の通常数ダメージの数値ですが、今後の評価してくるキャラもある程度全部同じ敵キャラでないと、そこでキャラごとにずれる可能性が高いと思うので、ある程度死なないキャラ、性ゼ0で統一したらどうでしょうか。今後も楽しく見させてもらいますので、毎日投稿大変だと思いますが、頑張ってください。長文失礼しました。ラスクラが楽しすぎて言うよだれが止まりません。ということで、えっ、ー、と、サブチャンネルもね、チェックしてくれたようでありがとうございます。ね、えっ、ー、と、これね、その敵のキャラを統一させるっていうのが、まあ、今はね、あの、 魔のボスのねあの亀さんでやらさしてもらっててあいつがまあ言うならあのダメージあんまり入らないね、えー、防御が高いやつなんでね助かってるんですけどねそこがただあいつ属性耐性がね雷属性だけマイナス50で水と氷がプラス50なんですよ。光とか闇とかはね、あのー、検証しやすいんだけどその辺ねうんどういうかやっぱトッシュラ使えばね話が早いと思うんだけど、えー、ちょっと考えています。 ありがとうございます。茶太郎さん、正直メルザの生かしどころがわからない。どこで使うんでしょうよだれが止まりません。じゃなくて <laughs>、あの、生かしどころね、正直、あのね、なんて言ったらいいかな <laughs> 最初の頃に、あの、ガチャ引けない人が無料でも楽しめる範囲のところかなと思うのと、それだけじゃなくて、やっぱさっき言ったように通常攻撃やっぱ強いところってのは、生かしどころは僕はあるかなと思ってるんですよ。うん。ただ、光属性のアタッカーって今や、今や増えましたからね。うん。 そこのちょっと悩、ね、みどころやっぱあるかなと思います。まあ、救済策だと思って思ってください。あの、おすすめスキルセットは。はい。という感じで、えー、今夜もね、たくさんコメントを見させてもらいましたけど、またね、ぼちぼちコメント止まっていってます。ありがとうございます。えー、どうしようしで、ね、コメントをしてますんで、よろしくお願いします。はい。それでは今夜の本題、明日5月28日のアップデー内容を見ていこうと思います。えー、13時から17時のおて、少し長めですね。まあ、先に5時までとなっています。 でデータ更新で、えー、新ユニットアークが追加されます。えー、ベイランドと SS レアーク、銀会食の牽制団ということで、au コンサー、えー、さんス限定ユニット、ま10件制の一人でしたよね、はい。で、まあ、月末にベイランド来るんでしょみたいなのをねあのツイートをしている方いたんで、当てたなと思ってびっくりしました。で、重要な点がありまして、一つ。 ベイランドはユニットボイスス未実装でのリリースとなります詳細以下のお知らせをご確認くださいということで、こちらが新型コロナウイルス感染拡大防止に伴うボイス収録への影響について。現在、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴いユニットボイスの収録状況に影響が生じております。そのため、2020年5月28日木曜以降に登場するユニットの一部は、ボイスを未実装の状態でリリースさせていただく場合がございます。 今後新型コロナウイルスの感染症の状況を踏まえ未実装の防止は順次収録と実装を行わせていただく予定です。その場合はゲーム内にお知らせにてご案内させていただきます。皆様に不便をおかけいたしますが、キャストの皆様、スタッフの安全確保のため何卒ご理解賜りますようよろしくお願いします。ということで、まあこれはね仕方がないですよね。むしろそういった状況でもあの諦めずユニットを追加してくるあたりはまあありがたいというか、まあ、えー、証拠のたくましいと言いますか <laughs>、ね。まあ どうしても、それじゃあ、まいちゃいますもんね。で、いずれにしろまあ今月、言うなら5月で追加されてるユニットってあの、つかさしか追加されてませんからね、まあ、月末に1体は来ると思ってましたんで、まあ、あこれはこれで僕は嬉しいかなと思います。で、えー、注意事項が、au 公認祭限定ユニットは、au 公認祭以外のガチャからは出現しません。au メダル交換所には、ラインナップされる場合がございます。銀海食限生タは、限定アークではございません。これは限定アークじゃないですよ。で、クリスタルガチャ、チケットガチャからも出現いたします。 銀海色の牽制誕は今回、英雄高2差で獲得できる英雄メダル9、6の交換所に追加されます。で、シューイートアーク重複格闘時は3倍、2倍ですね。これいつものやつです。そしてログボがまた来ます、えー。ログボが、えー、最大クリスタルが合計で1000個。で、マザーソウルが30個もらえるという感じですね。あとチケットが1枚やらですね。 で、au 抗議債開催。先ほどのネガチャですね。あ、ベイランドの詳細についてね、後ほど話していきます。今回は新ユニット、ベイランドと新アーク、限界色の牽制団をピックアップしております。限界色の牽制団は限定アークではございません。以下の au 抗議債、限定ユニットは出現しません。というわけで、まあ、いつもの通り、えー、普通の au 抗議債ですので、以外の au は出ませんからね。だ、ね、から、ローランドとかね、ディルモードとか、ザイクスとかは出ないので、今回はまあ、ベイランドだけだよとなってます。まあ、他のユニットは出るけどね。 なお、本ガチャは、優勝クリスタル限定ガチャと無償クリスタルで弾けるガチャの2つがあります。まあ、いつものパターンですね。優勝クリスタル限定ガチャには、1回につき交換アイテム、英雄の新章を1個プレゼント。で、ベイラーの専用装備やユニットソロだと交換できますよ。えー、対象は優勝クリスタル300個の1回ガチャ、優勝クリスタルの3000個の10回ガチャとなります。1日1回限定の優勝クリスタル100個のガチャは、獲得対象外です。新章もらえませんからね。あれはね、1日1回のやつは。 で、ラインナップは、まあ、えー、専用装備が50個でもらえるんで、まあ、いつものあれですね、2万円ぐらいで課金装備を買うかどうかって感じですけど、まあ、実況者としましてはですね、えー、手に入れられたらいいなと思ってますんでね、まあ、この辺はゲットしていって検証していこうかなと思います。で、ステップアップ有効コ差が来てくれます。まあ、ステップアップ来てくれるのはありがたいね,ね。本ガチャはガチャを引くことに次のステップに進むステップアップガチャの英雄コン祭です。ステップ1から3まで1周だけ引くことができます。 本ガチャでは新ユニットベイランドと新ヤグ、銀海色の牽制炭をピックアップしております。さらに全ステップでベイランドのユニットソールが獲得できますということで、これ最近流行りですね。ねえー、とステップ1、2、3で合計で、えー、ガチャが11回回せます。で優勝クリスタルが、えー、600、700いるということなんで、まあ、700で11周。ということで、まあ、新章も11個もらえると。 いうわけで、先ほどの角度を考えると、残り39九なるんかね。点検ラフィーヌ、専用装備を手に入れようと思ったら。だから、なんぼいるんや、金額が。っていうのは、ちょっとまた後で計算して追加しておきますね。で、まあ、ベイランドのソウルが60、60の120手に入ると。まあ、11周でね、出てくれたらそれはいいけれども、ここで出なかったら、上で追加するだろうし、ね、普通の英雄コンリサイガチャで回すだろうし、うーん、これで出たとしても、 ねベラの出たとしても専用装備が欲しいから上でも30吸収するだろうしみたいな感じですね、はい。分かります。そういう感じのビジネスですね。わかります。はい、で、えー、当然ながらまあ au 抗日剤限定ユニットは出ません以下のねあのローランドとかそれ以外の au 抗日剤限定ユニットは出ないので他のユニットは出るよということです。いう感じでまあ、こちらは、まあ、アークとベラのどっちもピックアップしてくれてるんでねステップアップも au に日剤もまあどちらも回していこうかなと思います。 ベイランドやっぱ気になるからね。でまあ点検ラフィーヌってことはだから剣だからね装備はね。だから剣配物とか覚えそうですね。で各種育成キャンペーンがきます。えー、全クエストの消費ソロ2分の1。祝儀、えー、の間を開催。で各種のノリゲートを毎日開放。えー、各種のノリゲートドロップ確率2倍。各種のノリゲートは紫赤青緑のノルゲートを指します。ということでまあ祝議の間が来てくれるのがありがたいですね。 AP 倍率が15倍。そして1日5回。なのでね、AP が合計で75取れますんでね。えー、これはかなり美味しいんで、まあ、育成ね、それこそベイランド手に入れたら、何を覚えさせるかっていうのを考えて、この辺で、ね、回っていかないといけないなと思います。で、まあ、毎月のように育成ブースターが販売されて、で、ベイランドの育成セットが来て、で、イベントが追加されます。で、イベント、英雄談笑エピソードベイランド、開催します。イベントストーリーでは、ユニットベイランドが牽制と言われるゆえを垣間見ることができます。 イベント説明、本イベントは迫り来る侵略者から拠点を防衛するイベントです。侵略者は時間が経つにつれ、どんどん迫ってきますが、クエストクリアでイベントポイントを集めて討伐可能。報酬は毎日討伐数に応じて、波、上、特上のいずれかに決定します。討伐に必要なイベントポイントは、全ユーザー様合計者なので、特上を目指して協力しましょう。討伐数はイベント画面上で確認できます。討伐当日の討伐数は0時にリセットされます。ということで、まあみんなで頑張ってたくさん倒してねってやつですね。 イベント報酬がイベントとして最大クリスタル2000個で。マザーソウル100個が獲得可能。また、イベント前半では累計ポイント報酬で限定装備冒険者の該当がゲットできます。えっ、ー、と、これはまあみんなもらえる感じですね。前半の累計ポイントで。で、なんと後半にベイランド限定装備1種を含め2つの装備を追加いたします。ということで、開催期間が前後半になるんだよね。 え5月28日から6月11日が前半だけで、6月4日から後半が追加される。要するに1週間後ね、後半が追加されるということなので、まあ、2週にわたってのイベントとなってきます。なので、まあ、これはまあ、ちゃんと言ってくれるのはありがたいですね。後半では限定装備がもらえるよということなんで、これ、なんか、なんつうかな、イベントで限定装備手に入れたらね、みんなね、ガチャ回したくなるよっていう、まあ、言う、あれですね。っていうビジネスモデルですね。悪くないと思う、僕はこれね。 さらに2つ装備ね、追加するということなんでね、ありがたいです。で、まあ、当然ながら、経験値1.5倍、AP2 倍、イベントポイントプラス100%がベイランド。えその他ですね、えー、ダバンとか、ローランド、ザイクス、リリー、ランスベル、エリザ、そしてゼクス、まあ、10件失敗ですね。が、えー、が優遇されてるということです。で、その他、不具合の修正です。えー、ブリザード・ギャラクシーダークマトの発動中だと一部魔法で営賞時間が進まないが修正されますね。あとは、 オートのローランドがボスウェーブでしか高トのカリスマを使用しない。これも修正されるということは、えー、普通にウェブとか開幕したら使ってくれるようになるみたいですね。またこの辺確認していきましょう。そして補填。補填きましたね。2020年5月度、現役の原党61から65フロアの初回報酬が告知内容と異なっていた不具合のお詫びを配布させていただきますと。補填内容を対象、該当フロアをクリアされたお客様へ、告知内容の報酬のうち獲得できなかった分を配布と。 いうことで、えー、最後まで65フロアまでクリアされた方には、えー、武器の鍛えるやつの,かあの石、ね、が10個と鎧の方が10個とでマザーソウルが30個もらえるということです。まと、あ、いう感じでは、まあ、注目すべきはベイランドですよね。えー、ではベイランドの、ね、詳細 Twitter の方で出てたらこの後紹介します。はいそれで、ね、早速、えー、ベイランドとあとニューアークの方ですねの詳細を、えー、見ていこうと思います。 先ほどですね、公式ついたのでね、えー、ある程度詳細が出ましたんでね、えー、これを1つずつちょっと見ていこうと思います。まず、ベイランドの特技1、権威です。えー、この時点でもう、無属性クリティカルレイズ出てますね。なので、えー、これも特技は無属性です。で、まあ、敵に向かって一直線にズバーンと切りつけるっていう感じで、その延長線上にもいるやつにもダメージ与えるんで、あのゾグラスの特技にかな、あれに似た感じですね。 これは結構その特技1でこれが発動できるのは味しいですよね。開幕ですぐに狙えるっていうのは。で、えー、特技2が剣技説。これが結構ちょっと変わった動きをしてるというか、うん。あの、まあ、いずれにしろ敵の方に、えー、さっきはあの剣のこの勢いだけが飛んでいくけども、自分自身が突っ込んでいって、中範囲の敵に攻撃が出るっていう感じですね。これもムークリティカルレイズで載ってるから、無属性ですね。で、特技3が剣技方かな。崩れると書いて。 これは同じく無属性で、で、これは多分自分の範囲でね、自身の範囲で発動する感じかな。うん。で、結構広範囲にまで攻撃が当たってるんで、かなり。で、しかも1980、まあ、この辺ダメージ減価が突破してますからね、えー、いうのは結構期待できるかもしれないですね。で、めっちゃクリティカル出てますもんね。で、えー、超久沢が、真偽国空先人。 まあこの動画の中では敵単体に当たってるっていう感じだけど、恐ろしいのはヒット数だよね。1ヒットあたりのあ,のあのダメージ量もでかいけれども。これもだから、多分だからボス戦だよね。単体ボストと,との戦いに一番やっぱ光ってくるっていう感じの超必殺かな。で、そんなベイランドの個性見ていきましょう。ベイランドの個性がえ1、霞返し。物理攻撃を受けたら確率で剣技列を使って自動的に反撃。 ということで、先ほど見たですね、特技1ですね。あのまあ、長距離攻撃だからね、これ結構助かりますよね。物理攻撃だから、例えばだから、弓とかを受けてもそうなんでね、当たっても、えー、この確率で発動してくれる。だから結構遠くまで当たるし、何な,なら巻き込んで他の敵にもダメージ与えてくれるんで、なかなか美味しい個性ですね、これはね。に銀解食の牽制。えー、大型のボスに対して特技調久されたダメージプラス35%、スキルレベルマックスの時ということなんで、これまあ、ボスに に限定しかも大型のボス限定ということなんで、まあ、普段使いはあんまりしないけれども、やっぱその強敵、例えばだから大型のボスでガボルグとか、あと、デルクララとか、あと、エルドラバーナとか、そういったもんかな、のとの戦いの時に、まあ、効いてくる感じかな。うん。ではまあ、特技も超一層ダメージも乗ってくるからね、まあ、この辺はまあ、使いどころは限られるけれども、うん、強烈な個性かと。 で、二つとも、まあ、要するに攻撃だよね。で、二に関して言うと、ほんと、あの、普段使えないから、どっちかって言ったらば、一の方が、まあ、絞られるって感じかな。普段使いになるという感じですね。で、主な習得スキルが、えー、一、混合人、鉱石系、機械系、流系タイプに対する物理攻撃、ダメージプラス30%。ということで、要するに、ストーンスレイヤー出す、マシンスレイヤー出す、ドラゴンスレイヤー。ということで、スレイヤー三つを覚えてくれるという。まあ、ずるいよな。 なあヒューマンスレイヤーもずるいと思ったけどねこれもなかなかずるいですね。で2ムークリティカルレイズね先ほどからちょっと出てますね無属性攻撃のクリティカル発生率が5%上昇クリティカル発生時の威力を50%上昇なんでえー、っとクリティカル発生率5%上昇っていうことはクリティカルアップ2かで発生時の威力を50%上昇したら急所狙い回なんで。 ね、もうこの時点でもだからまたあの自前所得スキル値の合計がなかなかの数字になってきますねもう今これ出てる時点で多分白、ね、メルつは超えてますからねいやーこれも強いやろうな31点新人武器を1つだけ装備時物理攻撃ダメージプラス30%物理攻撃ダメージ上限アッププラス3000ということで、まあ、ダメージ上限アップきましたねで武器を1つだけ装備時なんであの剣とは限らなくてもいい、うん、他の武器でもいい だからし二刀流よりもこっちの方がダメージ上がりますよね二刀流があれが、えー、と装備武器の,あの性能がかける60%なるんで、まあ、合計で120%だったんでそれを考えたら、えー、一点新人の方は全然強くなるなんでやっぱベイランドはあ武器を一つだけ持っていけとなってきますね あと、なの、装備は服なんかな鎧なんかなってとこはちょっと気になるけれども、攻撃力上げるんやったらね、それこそ、あの、ダバンの T シャツとか、あの辺着せるのが面白いかもしれないですね。ベイランドにダバンの T シャツみたいなね。で、オートクリティカル、オートフェイスト、剣ブースト、剣ハイブースト、貫通、英気って。ね、もう、もうずるいですよね。もうずるいからね。先ほどのムークリティカルレイズでね、5%上昇してるし、オートクリティカルでこれで、ね、あのすでにクリティカルアップが15%だからね、合計でこの時点で20%ですから、 ねえほぼほぼずっとクリティカルはりね出してるって感じ。指定オートヘイスト。ね、えあれヘイストが多分、ね、SCT プラス20%だかな、うん。スピードアップしてくれるんでスキル回転も速そうだなこれ。またこの辺もですね実装されたといろいろねあの検証していこうと思います。でさらに魔法スキルも覚えー、ます、あ、がこれが多分独自スキルだね完全にね。羅刹の構え、硬派。 自身のディフェンスマイナス20%ストレングスプラス20%スキル回復速度アップで構え重複負荷ということなんでここに書いてある全部構えなんですけど重複かってことは多分後からかけたやつが上書きされるっていうことだと思いますなのでまあ後派はディフェンス下げてストレングスを上げるんでまあ本当に敵をまあ倒しにかかるというよりかはどっちかと格下と,と戦う時にあの早くかいあの周回できるみたいな感じかなうん 2位のラセスの構えが自身の特技発動時に HP を消費して特技ダメージプラス50%なんでどっちかというとこれはそれこそブレイクして敵が動けなくなったボスを最後、えー、狩りに行くときとか一気にこのブレイク時に一気に殲滅したいというときにうんラセスの構え早期に切り替えて殴っていくという感じかなだから構えを切り替えるっていう意味では結構面白いですねで3がラセスの構え推定自身に常にリジェネの効果がかかりディフェンスマインドプラス10% なんで、まあ、最後はあのー、回復と防御ですね。むしろだから1とか2を使った後に、に傷ついた体を癒す。で、守りに入るっていうのが推定という感じで、まあ、3は結構使うところは限られてくるけど、1と2に関して言うと、まあ、普段の周回とボス戦みたいな感じの使い分けかな。で、魔法スキルさらに覚えまして、えー、4、木装自身の SCT を10秒回復。永生時間短縮負荷ってなってるんで、 うんこの魔法ョンの時間がね短縮不可でそのスキルチャージタイムを10秒回復してくれるってことで,でこの木装自体に10秒かかった意味ないからね多分それよりか短いと思うんだよねで SCT はねまだねあのこれ計測してみないと分からないけど大体特技1が10秒じゃないですかだってこれで特技1の分が1回回復できるっていう感じかなで5牽制のカリスマカリスマ来ましたねローランについて、えー、味方全体の物理ダメージ上限アッププラス2000 ということなんで、さっききのの点とと組み合わすとねねこ時ででででプラス5000できるんですよ、ね、であと、あの、スカーレットソードかな、レッドクリスタルの。あれと組み合わすと、さらにプラス6500か、合計で。だから、まあ、あと、ウルトラ、あの、レアのエルドラバーナの悪特性組み合わすと、さらにってことなんで、これ、ローランドと組み合わすと、えぐいことなりそうだなぁ。<laughs> ね。源泉戦のカリスマと、組み合わすと。で、結構一応、千空と組み合わすとダメだよね。千空はね、属性攻撃強化だからね。 で、まあこれ仲間全体なんでね、他のユニットの、まあ、ダメージ上限も上げてくれるんで、強えなぁ。なんかある意味リーダースキルみたいな感じになってきましたね、カリスマがね。で、ニューアークの話です。えー、SS レアの銀海色の牽制炭。アーク特性、アークレベルがマックスの時、敵が大きいほど物理ダメージ上昇、最大40%。移動速度アップ、ウェーブごとに各特技をそれぞれ最初に使用した時の特技ダメージ、プラス50%。 といいいいううこととななんで敵ががが大きいほどという言い方がすのの段階があるのか、ね、例えばだからあのガボログが一番でかいのか、うん、で出るクララとガボログではどっち変わるのかとかその辺はね、まあ、ちょっと使ってみないとわからないので、えー、このアークもゲットしていきたいですねで移動速度アップで移動速度をアーク特性で上げてくれるのって今までなかったよね、うん、そういった意味ではあーイダテンとかダッシュシューズとかと組み合わすとさらにスピードアップできるのか っていうあたりもね、あ見てみたいですね、うん。足の速さがね、生きてくるユニット結構ありますからね。で、ウェーブごとに各特技をそれぞれ最初に使用したときに、特技ダメージがプラス50%なんで、これはあれですね、周回がたぎりますよね。それこそ、あのー、海賊の宴と組み合わすと、ね。<laughs> 海賊の宴とか、あとダバンティーサと組み合わすとね、すげえダメージ出るでしょうね。面白そうですね。うん、それこそ、あの、司の あのの特技さんの強装撃あれであのー、ね一撃で敵全体バーンいけますからねそれと組み合わせとまた面白いことになりそうやなポックルのね森の怒りもそうだけどで習得スキルが栄光の美酒ファーストクリティカルで剣ブースト急所狙い回ウィッチスレイヤー無属性アタックレイズとなってますけれども、えー、剣ブーストはアーク取得スキルで初登場ウィッチスレイヤーもアーク取得スキルでは初登場 そして、無属性アタックレイズは初登場となってますけど、ありましたよね。<laughs> ねえ、ランディ覚えますよね。うん、これもなんだろう、単なる間違いなのか、あの限定ユニットだから外してるのかっていうのわかんないけれど、こういう間違いするとまたね、怒られると思うんだけどね。うん、気をつけてほしいですよね。でもう、この時点で6種類出てるんで、多分これで全部でしょうね。一部って書き方してないから。だから、 目新しく、あのー、追加されるもんっていうのではやっぱウィッチスレイヤーと無属性アタックレイズは結構でかいですよね。うん、ウィッチスレイヤーを、ね、習得したら、ね、そういうことはアリーナとかだよね、うん、一発だから先ほどの,あの特技1の、えー、剣技列かあれで何つうのアリーナ開幕でそうさら狙いとかできますもんね。うん またこれれはアリーナで結構いいいろろ戦略が変わってくるかもしれない、うん、今回のね中級魔法の時間,演出時間停止演出廃止などのも含めて物理が結構やっぱ有利になってくるかもしれないですね。はいというわけで今夜は明日5月28日木曜日のアップデートで追加される内容の詳細そしてベーランドそれとニューワークの銀解釈の形成ターこちらの方の話をしていきました。 えーまあ、一番気になるところはやっぱランディはあどうなるんだというかねランディ殺しじゃないんじゃないかっていう話になってくるんだけど、あのー、ランディが実装されてからはだいぶ期間空きましたからねただやっぱ気になるのは復刻でゲットされた方復刻でゲットした方したら3月だからね3月末だからねそれから考えたらもうもう約2ヶ月で、ね、上位互冠みたいなのが出てくるのかよと。 いう話になってくると、またネガティブな話になっちゃうし、あのそうじゃない部分もあるかもしれないなと思うんでね、うんこの辺の話はね、この後、サブチャンネルでやっていこうと思います。で、明日はですね、えーまあ、そんなベイランドの、えー、ガチャをですね、えー、狙っていこうと思います。うん、これはいろいろ試したいことが多いです。まあ、単純に強いからというよりも,もかはあ、かっこいいからというのもあるまのでね、うん、試したいこともあるし、かっこいいからというので、えー、がっつり回していこうかなと思います。 それでは、明日の動画でお会いしましょう。ではまた。